し材料が足りないかな。ちょっと試作しすぎちゃったな。でも今年のチョコレートはいろいろとこだわりたかったし、はぁ、しょうがない。足りない分を狩りに行こう。今の材料じゃ最高のチョコレートは用意できそうにないし。よし、それじゃあ。兄さん？兄さん、装備なんて整えてどこに行くの？いや、どうして兄さんがチョコレートの材料を？団長、だから兄さんどうしたの？何かあった？あ、もしかして何か悪いものを食べたとか？ティナ、兄さんが自分からそんなことを言うなんて信じられないんだもん。だから私も一緒に行く。その、私もチョコレートの材料が欲しいし。ん？いいの！私が自分で取りに行きたいの。それに、久しぶりに兄さんと二人で狩りをしたいから。ティナ、ううん、全然足りないよ。みんなの分もって考えるとあと倍は欲しいかな。やれやれ。バレンタインは大切な人に感謝と思いを告げる特別な日だからね。だからみんな頑張るんだよ。
したの兄さん、そんな顔をして。ティナ、ティナ、安心して兄さん、そんな相手はまだいないから。え、もう兄さん心配しすぎ。ありがとう兄さん。それじゃあそういう相手ができたら兄さんに紹介するね。そのいつになるかはわからないけど。え、ねえ、兄さんこそそういう人はいないの？兄さん最近少し雰囲気が変わったし、一人くらい。だが、それって団長さん？ああ、そうだね。ねえ兄さん、それなら私と一緒に団長さんにチョコレートを作らない？俺が？バレンタインは思いを伝える日であると同時に感謝を伝える日でもあるんだよ。だから兄さんが団長さんにチョコレートを渡したとしても何の問題もないよ。うん、だが、そうだね、もっと勝ってたくさん材料を集めないと。ああ、ありがとう。兄さんの背中は私が守る。連影撃、悪鬼宝山、白人炎山。やっ、どけ。チョコレートが固まるまでに。そこ邪魔だ。そこ邪魔、どけ。ティナ。うん、ありがとう兄さん。さてと、それじゃあ。あ、ナルメアさんにヤイヤちゃん、二人もチョコレート作り？
私も私と兄さんが取ってきたものだよ。ああ。ありがとう。ありがとう。ティナ。え？兄さんはチョコレート作らないの？ああ。どうして？さっきは考えてもいいって言ってたじゃない。いや。私のチョコレート作りを手伝ってよ。それくらいならいいでしょ。ああ、うん。それじゃあ二人で作ろう。それじゃあ兄さん、このチョコレートを混ぜて。できるだけ空気を入れないようにしてね。うん。そうそう。そのままチョコレートが滑らかになるまでお願いね。わかった。大丈夫、ちょっと火傷をしただけだから。おいおい。うん。その、チョコレートの成形なんだけど、なかなか綺麗にできなくて。わかった。え？ティナ。すごい。っていうか兄さん、どうしてこんなに綺麗にできるの？
あとはこれをゆっくりと固めれば完成だね。兄さんにそう言ってもらえると嬉しいな。団長さん、これバレンタインのチョコレート受け取ってくれる？兄さんともども普段から団長さんにはお世話になってるからね。今年のチョコレートは自信作なんだ。兄さんも手伝ってくれたしね。いや、だから、それじゃあチョコレートも渡したし、私たちは行くね。バレンタインの日に団長さんを独り占めしてたらみんなから恨まれそうだし。ねえ兄さん、ちょっと私に付き合って。この時間なら乾パンかな。よし、ここならゆっくり話せそうだね。ティナ、その兄さん、これ受け取って。兄さんのために用意した特別なチョコレートだよ。新しい道を探し始めた兄さんを応援する意味と、今までの感謝の気持ちを込めて作ったんだ。受け取ってくれる？ああ。ねえ兄さん、私たちが作ったチョコレート喜んでもらえてよかったね。ああ。
兄さんもお菓子作りが趣味になっちゃった？それじゃあ旅が終わったら私と兄さんでお菓子職人、パティシエでも目指してみる？俺が？うん、どうせならプロを目指してみようよ。うん。悪くないでしょ。二人でそういう道を歩むのもありなのかなって。さて、まずは翼の一族を探さねばならぬな。我は普段あの格好だからな。あの装束は王の象徴、姿形が王としての役割を成している。故にこのように素顔を晒しても近しいものでもない限りはなかなか我だとは気づかぬ。お主たちの協力も不可欠だ。我が王だと分かるような発言は慎んでもらえると助かる。はい。ちょうどいい。あの者たちに話を聞いてみよう。おい、そこの、待ってくれ。我らは旅の者、物見さんに立ち寄っただけでな。あれ、うん、そうだ。ようこそ。そうさせてもらおう。一つ聞きたいのだが、どうして我らを見た際にあれほど警戒していたのだ？いや、その、何か訳があるのだな。あ、それで、
その…嫁の一族。なるほど。だから我らを見たとき、その者たちの仲間だと疑ったのだな。すまん。いや、気持ちはよくわかる。まあ。いや。すまんが。おい！待て待て。お主たちがここで争っても何も解決はせぬ。そりゃ。それにたとえ終末が訪れても、みんなで乗り越えればよいではないか。しかし。なあ。ん？そうか。いきなり何をするのだ。お主たち、すまぬがここは失礼させてもらうぞ。なあ。いや。ここまで来れば大丈夫か。助かったぞ、クーよ。クーは我を叱りつけたのだ。王が民の前であのように少しでも動揺を見せるなと。心配をかけてすまなかった、クヨメの一族。こたびの調査で得られた情報はそれのみか。はあ、いや、そうでもない。むしろこれで心の霧が晴れた。実は鳥の大量死の件は人為的なものではないかと疑っていたのだ。突然の天候不良なども聞かなかった。何より腑に落ちなかったのは、様々な種の鳥が死んでいたことだ。
別の種の鳥同士が群れになって行動するというのは、我は聞いたことがない。そして、我らは鳥を信仰する一族。その我らが、まかり間違っても鳥を殺すことはありえぬ。ならば、外部の者が殺した。そう考えるのが普通であろう。おいおい。嫁の一族。その者たちの仕業ではないかと、我は疑っている。我ら一族の村を襲っているという話からしても、可能性は大いにある。弁解ではないが、悪気があって隠していたわけではないのだ。憶測で語るべきでないと思ったのでな。でも、そこまではわからぬ。嫁の一族の目的が不明である以上。何者だ？今一度問う。お主たちは何者だ？観念せよ。力の差は歴然だ。くせ。おい。待て。この視界で深追いは危険だ。暗闇でのあの動き、あれが嫁の一族であろう。くそ！それよりも気がかりなことがある。あの者たち、我の正体を知った上で暗殺を図っていた。あ、ある者たちに限れば我の変装は意味をなさぬ。我とごく近いところにいる者ならな。なんだって？近き者。長老と従者がいるが、我らの調査の実態を知るのは長老たちのみ。もしそうであるならば、先の者たちが我らの行動を把握していた理由もうなずける。ってことは、そう考えれば辻褄が合うのだ。信じがたいことではあるが、真実を確かめねば。皆の者、急ぎ引き返すぞ。おお。
かし今はそれどころではない。長老たちは皆集まっているか？もちろん。そういえば遅かったか。おそらくその者が、そのすまぬ、今は一刻の猶予もない。長老たちはことが済むまでこの場に控えていていただきたい。来るよ、逃げた長老を追いかけよ。我らもお主の後を追う。あれか、もう逃げても無駄だ。おとなしく縄に疲れよ。やはり裏で通じていたか。いや、それは降伏の意思と受け取ってもよいのか。貴様何者だ。正体を明かせ。貴様も嫁の一族だったか。うん。お主たちの愚行は聞いた。何故我ら一族を狙う。どうやら ならばなおさらだ。訳を白状せよ。わからぬ。今や土に埋もれた我らの先祖のことだ。無責任に理解できるとは言えぬ。それがお主たちが我らを狙う理由か。お主の言う通り、民が抱く不安は
王たる我の脆さとも言える。なればこそ皆で手を取り合おうではないか。お主たちと寄り集まれば互いに新たな希望が見えるやもしれぬ。何故いがみ合う必要がある？何故血を流す必要がある？時を経た今だからこそ我らが分かり合えることもあるのではないのか。どうやら待て！長老たち、どうか落ち着いてほしい。王たる我が必ずや一族を守ってみせる。いざとなればこの身を捧げよう。だが各々意見はあるだろう。この中に不満のある者がいるならばどうか打ち明けてはくれまいか。もし構わぬ。では実は長老たちへの報告とはそのことなのだ。結論から言おう。未知なる力などというものは得られなかった。だが諦めたわけではない。我は気づいたのだ。我が得るべき誠なるものに、それは未知なる力ではない。いかなる困難が待ち受けていようと力強く一族を導く覚悟。こたびの旅を経て我はようやくその覚悟を得たのだ。終末の予言だけではない、嫁の一族においてもその意志は変わらぬ。この先嫁の一族なる者たちが我ら一族の未来を脅かすであろう。しかしこの王たる我が不屈の覚悟で民を危機から救ってみせよう。さて、それに そしてならば、
無論。長老たち、感謝する。王として必ずや期待に応えようぞ。うん、お主たちにも感謝をせねばな。とはいえ、およそ遠くない未来、嫁の一族が決着をつけるべく襲い来るであろう。必ず守ると誓ったのだ。この身に変えても一族を安寧の未来に導いてみせよう。さて、と、まあ、そんな。ともあれ、でもその待たせてしまいましたかな。しかし、この名探偵が来たからには、見事事件を解決に導いてみせましょう。先生。すまん。気が急いてしまったな。それが、なるほど。ん？
おお、リック君じゃないか。事件あるところに探偵ありだ。もちろんこの宝石盗難の難事件を解決しにやってきたのだよ。はあ。何？いや。ともあれ。まあ、まだだ。ん？リック君、君のその推理、果たして全てだと言えますかな？ん？真実は必ずしも一つとは限らんだろう。いや、リック君、いいから一旦ここは私に任せてもらおう。皆さん、この名探偵バロアがかき集めた数々の証言と証拠をもとに事件の真相を暴いてみせましょう。というわけで、この店の店主というのはあなたですね。私が…まったく…いいえ、店主殿、私たちは部外者ではありませんよ。この宝石盗難事件の関係者から正式に依頼を受けましたのでね。はい。はい。言うなれば、私にとってこの事件の容疑者は彼以外の人間、すなわち皆さん全員ということになります。え？まあ、で、ではなぜ店主殿は男性に疑いをかけた？君はそこに違和感を感じないかね？とはいえ、宝石窃盗の犯人は彼女であるということは我々の調査でも明らかになった事実ではある。だがその裏に真実に隠された真実というものがあることに気がついたのだ。ふん。おお、そうだと。俺の推理を聞いてくれ。では。そうです。まずはその理由をお聞かせ願いたい。やめ。
ぜだ。では質問を変えましょう。あなたはなぜ犯人は他にいることを知りながらも男性に罪をかぶせようとしたのですか？な、喫茶キトゥンで一時。密会した相手はあなたが依頼したエージェント。店から宝石を盗んでほしい。あなたはそのエージェントにそんな依頼を持ちかけた。何ですって？まさか。で、そんな。そしてあなたが盗むように指定したのは300カラットを超えるピンクダイヤの原石のレプリカ。本物を持ち出されるわけにはいきませんからね。あなたは精巧なレプリカを用意していた。エージェントは依頼通りにこのレプリカを盗み出したが、その後あなたの想定外の事態が起こった。なんとエージェントとは別に本当に宝石を盗んだ人間が現れたのだ。レプリカではなく本物の方をね。ああ、あなたが自作自演の宝石盗難事件をでっち上げようとしたことは確固たる事実。あなたがエージェントに渡したこの手紙とこのダイヤのレプリカが物語っている。そしてその罪を男性にかぶせる。そこまでがあなたの企てたことの全容です。そんな。何？そこに証拠だと？そんなものは。いや、それは妙案ですな。とある信頼できるルートです。へえ。ちょっと。しかしわからないのが、なぜこの方に濡れ衣を着せようとしたのか。怨恨、報復、利欲、愉快犯、さまざまな観点から考えてみたが動機が分からない。多分
それは。おや？すみません。お聞かせ願おう。まさか。それは、つまり、それで、だから、なるほど。そんな、そんな、その、でも。やれやれ。でも。ごめんなさい。数々の鬼畜のごとき所業、全空が許してもこの俺が許さん。生涯を誓い合った女性の信頼を裏切り、さらに罪を重ねようとする、その卑劣極まりない行為、男の風上にもお剣ぞ。
事件は万事解決。依頼人も仕事を辞めることにならずに済み、よかったじゃないか。はい。あなた。お、あなたは依頼人の。その。あの、助かりました。お、おう。おい、サーヤ、今のはどういうことだ？いや、ん、あなたはたった今あちらの方へかけていったではないか。どうしてそんなところに？貴様は怪盗シャノアール！何がどういうことだ。わからんぞ。わからん。バルバ君、私が もちろん。ということは、エージェントというのは貴様のことだったのか。貴様、あのような姑息な人間の依頼を受けるような下賤な輩だったのか。見損なった。おっと、目を。だから しかし貴様、なぜそんなことを。何が目的だ。うん、そうだ。それから、そうだったのか。何？何が本当で何が嘘なのかこんがらがってきたぞ。依頼人の男性というのは存在するのか。当然だ。ああ、おかしいと思ったんだ。私と初対面のようなことを言い出すのでな。先ほどの方が本物の依頼人か。いや、
貴様が何を言ってるのかさっぱりわからんぞ。つまり事件は貴様の遊びじゃないんだぞ。ん？では。私たちは先生、くそ、この名探偵をおもちゃにするなど許せん。もう二度と奴に踊らされてたまるか。待っていろ、怪盗シャノール。この